せ。いつになったら世間というものを教えてくれるのですか。皿洗いを雇う気はないか。必要なんだろ。いや、俺じゃなくてあっち。決まりだな。ただ給料は俺の方。なぜ私が皿洗いなど。世間を知るためだ。世間を知るため。私一生懸命頑張りますわ。頑張れ。世間を知るためだ。これで本当に世間を知ることができるのでしょうか。もちろん。だからしっかりやれよ。また割ったのか。
切れ目に挟まったので割れてません。おい、何する気だ？先ほどから食べたくてしょうがなかったんですの。お一つ、湿気。バレても知らんぞ。大丈夫ですわ。城では、いえ、屋敷ではよくやっていましたもの。全然大丈夫じゃなかったな。厳しいのですね。私もゆくゆくは後世に語り継がれる存在になりたいですわ。それにはまず世間を知ることだな。オルト爺さん、久しぶりだな。まあ、いろいろだよ。お知り合いの方ですか？はあ、隣ん家のオルト爺さんだ。なんでまだ？
カエルの子はカエルだな。嫌ですわ。カエルの子はカエルだなんて。先生、カエルの子はおたまじゃくしですわよ。わかった。手伝うよ。こっちのやつが。私がですか？世間を知り、後世に名を残すには農作業だ。みんなそうして立派になっていったんだぞ。しっかりな。お前、一体何を。順調にって、お前何やってんだ？何って、耕してるんじゃありませんか。実は、頼まれた後によく考えてみたら、耕すって、なんだかわかりませんでしたの。仕事再開ですわ。そんで、えい。何かあったのか。これは何かの薬のようだな。
役に立つというのはいいですわね。なあ、どこまで穴掘る気だったんだ。さあ、何も考えずに掘っていましたから。ところで、畑って何をするところですの？城下町というのに、この辺りはそんな感じがしませんわね。貧富の差ってやつだよ。報酬は期待していいんだろうな。ああ、やるよ。こっちのやつが。何故掃除をせよと。世間を知るためには屋敷の掃除は避けては通れぬ道なんだぞ。私、頑張りますわ。しかし、なんでこんな募集するんだ？使用にいないのか？書斎とは、ゴミの山を指すのでしょうか。人それぞれさ。さ、始めるぞ。はーい。
おいおい、掃除しに来たんだぜ。ちゃんと仕事しろよ。ったく、こんなに散らかしやがって。いや、かなり変わってるね。さあ、片付けようや。
先生、持ち物を整理してたらこの地図が出てきたんですが。地図？ちょっと見せてくれ。カネ、このバツ印は何だ？さあ、何でしょうね。さあって、お前が持ってたんだろ？ええ、そうなんですけど、何の地図なのか思い出せないんですの。でも、大切な地図のような気がするんですのよね。行くぞ、これ。バツ印の場所に。はーい。とりあえず掘ってみるか。お前が掘るの。え？私ですか？そう、辛いとは思うが、これも世間を知るため。そのために俺は心を鬼にする。分かってくれたか。あの、たまには手本というものを見せてくださいな。その世間を知る穴掘りというのを。やっと終わった。お疲れ様でした。せ、ん、せ、い。さあ、開けるぞ。何かの薬と手紙、あと安っぽい指輪だけ。あ、思い出しました。これは私が埋めたタイムカプセルですわ。あ、子供の頃病弱で外に出ることも許されなかったんですけど、一度だけ
に出たいとわがままを言ってここまで連れてきてもらったんですの。その時の記念ってわけか。懐かしいですわ。いつか元気な体でこれを開けられる日が、そう願って埋めたんですの。とにかく、せっかく放り起こしたんだ。手紙読んでみようぜ。そうですね。未来の私へ。今、これを読んでいる私は、もう大人なんですか？もしそうだったら、なんだかとっても不思議。ジーヤは大人になると子供の頃のことは忘れちゃうって言ってるけど、やっぱりあなたも今の私のことなんか忘れちゃったのかな。それってすっごく寂しいです。だから忘れないように今の私のこといっぱい書きます。今の私は体がとても弱いので一日中ベッドに寝たままお空を眺めてます。でも今日は体の具合がいいのでわがままを言ってこの町に連れてきてもらいました。ここはいいところです。いろんな人がいて、楽しそうなことがいっぱいあります。私は、ここでいっぱい友達を作りたいです。でも、ジーヤが、私とここの人たちは、身分が違うからダメだっていうの。そんなのおかしい。どうしてなのって聞いたら、大人になったらわかるって。本当に大人になったらわかるのかな。わかりません。これを読んでる未来の私は、今の私が書いたことなんて、子供だなって思って、笑っちゃうのかな。だけどね、忘れないでほしいの。大きくなっても、元気になっても、今の私のこと。
ああ、すっかり忘れちまって。かわいそうな昔のカレン。いいえ、ちゃんと覚えてますよ。あの時の気持ちは。でも、これを読んで改めて、今ここでこうしてる。先生と共に旅をしてる。そんな当たり前のことが、すごく幸せなことなんだなって思いました。そうだな。結構気づいてない幸せってあるよな。ところで、こっちの安っぽい指輪は何なんだ？なんでこんなの入れたんだ？はあ、懐かしいですわ。あの時のダイヤですわね。ダイヤ？これが？ええ、ダイヤはダイヤでも偽物ですけど。なんで偽物なんか入れるんだよ。偽物だから入れたんですわ。は？だって私、偽物というものがあるなんてここに来るまで知らなかったんですもの。これをもらった時はすごく驚いたんですの。だから思い出の品として入れたんですわ。もらったって誰に？ここに住んでた剣士のおじさまに。ジーヤたちに囲まれて街を歩いていた私を見て、お嬢ちゃんの見たことのない指輪をあげるよってこれをくれたんですの。私、この指輪ほど光沢も飾り気もない指輪は見たことがありませんでしたわ。だろうな。身の回りには溢れるほど本物があったんだろ。ええ。でも溢れるほどあった指輪は何も教えてはくれませんでした。だけどこの指輪は世の中には偽物があるということを教えてくれました。何も本物だけがあるわけではない。物事には裏表があるって感じましたわ。まあな。さしずめお前はそれまで表の方だけ見てきたことになるんだろうな。そうですね。Thank you.
で、こっちの薬は何で入れたんだ？確かこれは病弱だった過去を忘れないようにとか。あ、それはとっても苦い薬なんですよ。でも飲まないとジンヤがうるさくて。だからこっそりこれに入れて飲んだことにしようと。嫌いだからって薬を飲まないなんて、やっぱり子供でしたね。今は違うのか。おい、そういうことを深く考えてはいけませんわ。一段と日差しが強いですわね。そうか。私だけでしょうか。暑くてたまらないのは。おい、どうしたんだよ。どうだった？原因不明の病で、あと数日の命だそうです。冗談はよせよ。先生、原因不明の病にかかっていると知った今、お伝えしたいことがあります。なんだ、言ってみろよ。あの、
は私、ミンストレルの王女なのです。知ってたよ。メガネをかけて姿をごまかし、身分を明かさなかったことは悪いと思っています。でも、それは身分を明かして騒動になってはと懸念してのこと。バレバレだったって。これですっきりしましたわ。お世話になった先生に本当のことを告げていないのが心苦しかったものですから。あと数日、何をしましょう。なあ、本当にあと数日の命なのか。あと数日、そうですわね。スーベニアパークを先生と一緒に回れたら嬉しいのですが。俺は別に構わない。だけど、体の方は大丈夫なのかよ。安静にしていたところで、虚しいだけですわ。あと数日ですもの。幼い頃話を聞いて以来、ずっと誰かと一緒に行きたいと思っていましたの。でも、身分ゆえにそれは許されずに、行こうか。今日は楽しかったですわ。先生は楽しくなかったようですわね。そんなことないさ。そういう割には暗い顔されていますわよ。どっか行きたいところあるか？どこにでも連れて行くぞ。そうですわね。どこに連れてってもらいましょうか。素晴らしいところですわね。人々の楽しい声が絶え間なく聞こえてくる。小さな理想国家と言えますわ。
そうだな。でもよ、ここも昔はこんなに人気なかったんだぜ。だけど、来るやつみんながいい思い出を残せるようにって、係員が今日よりも明日。明日よりも、明後日のパークが楽しいものになるように、いろんな努力をしたらしいぞ。日々努力を積み重ねたからこそ。何でしたかしら。10歩100歩の成長があったのですね。日進月歩って言いたかったのか。確か、先ほど見ていただいたお医者様。すみません。不治の病と聞いたら、ショックのあまり。お前、どんな症状説明したんだ。どうって、ある人のことを思うと胸が熱くなったり、急に切なくなったり、苦しくなって。なかなか眠れなくなりました。食事が喉を通らない日もあるんです。だからきっと今日倒れたことに関係あるのでしょうと私は申し上げたのです。
筋の病にかかってあと数日の命ね。どんな名医でも治せないと言われたものですから、てっきり富士の病かと。で、富士の病と言ったらあと数日の命というのが相場ですから。え、でもまあ勘違いでよかったよ。ええ、よかったですわ。お前が言うな。どうした？このビラを見てください。私の気持ちはどうなるのです？
ちを整理する時間を。なあ、今何考えてる？何も。そっか。はい。どうするんだ？隣国との間に、いさかいが起きて、一番迷惑するのは民です。お前の本心はどうなんだ？このメガネも、もう必要ありませんわね。お世話になりました。待てよ。本当にそれでいいのかよ。開いてるぞ。Thank you.
ちょっと待った！忘れ物を届けに、いや、取りに来た。お待ちしておりました。行くぞ。お父様、お母様、私はこの方と幸せになります。ここまでくりゃ大丈夫だろう。だけど、あいつら無事なのかな？私の親衛隊なら大丈夫ですわ。王宮に仕える者の中では、2番目から5番目の強者ですから。一番は？ジーヤですわ。忘れ物、渡すよ。お似合いですわよ。なんでしたら、そのままつけては？冗談じゃない。こんな恥ずかしいもの。正体がバレねえように。気休め程度でつけただけなんだから。ほらよ。これで、いつも通りですわ。そうだな。見つかるのは時間の問題かもしれない。兵たちがそこまで来てる。明日、どうなるかわからない。だから、一緒にいれる今。先生。Thank you.
うん。